発泡薬、発泡孔もしくは発泡剤とは、概要することによって、水泡を引き起こし、皮膚や内科の病気を治療するという薬である。発泡薬とも書く。いずれも強い毒であるため内容は危険であるが、極少量が漢方やホメオパシーとして内容に使われることもある。概要においても現代の日本では発泡薬を使った治療法は、 民間療法としてのみ使われている。土半尿や清備原性を乾燥し粉末にしたカンタリスという発泡薬は毒成分のカンタリジンを含み古くから炎症や神経痛の治療に使われていた。アメリカにおいてはカンタリジンは伝染性難俗種や有税の治療に使われている。またカンタリジンは実験動物のバルブシーマウスにおいて ヒフリーシュマニア症の局所治療に効果的であることが分かっている。千人草やキツネのボタンは毒成分のプロトアネモニンを含むが、日本の民間療法で発泡薬として腕の内側に貼ることで、扁桃炎などに効くとされている。プロトアネモニンは水や空気の接触によってに両体化し、アネモニンになり、加水分解によって無毒なカルボン酸となる。 中国でも、馬の足型などの植物のプロトアネモニンを使った、アマネ球が行われている。特にアレルギー性鼻炎に効く、研究として、背中の壺に貼る39球がある。1974年におけるカンタリス発泡孔を使った岡山大学の調査によると、発泡速度は平均13.3時間だが、加齢とともに長くなった。また、 若者の肝炎患者では短い傾向があり、老人の肺結核患者では長くなった。発泡液量の平均は 0.09cc、平方センチメートルだが、発泡速度が速いほど発泡液量が多かった。発泡液中の細胞数はばらつきが多いものの、平均2410イメートル立方メートルであり、高中級が大多数を占め、 その高中級の平均分溶殻数は2.75であった。陰赤効果を持つテレビニ油を含む松ヤニや、カラシ油を含むカラシベは引き赤薬と呼ばれ、発泡薬と同じく誘導法のために用いられることが多い。そのため、発泡薬と引き赤薬は、それら合わせて刺激剤や引き赤発泡薬と呼ばれる。書物においても発泡薬と併記されることが多い。 引き赤薬は、広い範囲に塗るときや、吸発所管などの速やかに効果を得たい場合に用いる。プロトアネモニンを含む植物の微量の飲用は、昔から行われていた。古代、エジプトやギリシャにおいては、金宝外科、クリスマスローズ属のブラックヘレボルスが、過剰な黒単獣を減少させ麻痺や、精神障害を治療できるとして、医者によって使用されていた。 中国においては、近方外科千人相続の風車鉄線、千人層などの根を、医療禅、鉄脚医療前ワイレー線などとして、鎮痛薬や麻痺の治療などに使われている。近方外科一輪相属の二輪層は、根茎が、頭痛に効くとされる。ホメオパシーのレメディーとしては、近方外科千人相続のクレマチスエレクタなどが、使われており、臨病に効くとされている。 長崎大学薬学部長崎薬学士の研究、第二賞金大薬学の導入期、伝染性難属種、ウイルス性皮膚疾患、メルクマニュアル18版日本語版有税、ウイルス性皮膚疾患、メルクマニュアル18版日本語版、リーシュマニアメジャー、インビトロ&、インビボアンチ、リーシュマナイアルエフェクトオブカンタリジンハット、ハンブーフデアオーガニッチェンセミ、 ハット ABCD 発泡校長府による、新出駅の研究造保薬物学館18、クリスチャン・エルメレンス諸、店諸淵翻訳、高橋正澄造法1878年12月。ありがとうございます。